結ばれたとして二人の間に命が宿ったとしてその中にもきっと君の遺伝子もそっと紛れ込んでいるだろう。でも君がいないならきっとつまらないから、暇つぶしがてら2085年まで待ってるよ。今まで本当にありがとう。今まで本当にごめんね。今度は僕が待つ番だよ。君が生きていようとなかろうと、thank you.
ありがとう。